ブヨンブヨン、ハロー YouTube、 どうもカムレツユですね。今回なんですけども、もうふざけるなよ、自分でふざけて自分で笑っちゃうっていうね。まあそんなことを言っててですね、そのアップデートが来たわけなんですよ。で、僕が今持ってるこの AK11R なんですけども、こいつのですね、大幅強化っていうのが来てるんですよね。ちょっとね、俺は理解できない。この強化はマジ理解できなかった。というのもですね、ただ単純に僕の最強カスタムを紹介しますとかだったらあれなんで、来ましたよ、読んでます。そう、ポンタ先生ですね。プレアデスを2連覇して、もういろんな大会のタイトルを総なめしてるですね。まあボックスっていうチームがあるんですけども、その中の SMG 使いのポンタ先生、ポンちゃん、ポン吉、ポンポン、ちょっとこれは後で怒られるやつやな。ちょっと今日もね、カスタム紹介でお世話になってますんで、この方の Twitter ID とか、あとこのなんとね、 YouTube もやってらっしゃるんですよね。なんで概要欄にリンクの方を貼っておきます。ぜひぜひ見てみてください。で、強化内容なんですけども、いっぱいあります。しかもですね、他の実況者も紹介しますんで、簡単に説明していきます。まずですね、 OWC マックスマンの強化でして、縦方向反動と、あと横方向反動の、この強化っていうのがされてますね。そしてインテグラルサプレッサーが AM 時間の短縮でございます。プラスですね、 MIP 拡張ライトバレルのこの AM 時間の短縮となっています。まあインテグラルサプレッサーと同じこの強化内容ですね。そして40ラウンド拡張マガジンの移動速度上昇とリロード速度の短縮が来ています。これマジででかい。そしてもう一つ、48ラウンド拡張マガジンの移動速度上昇とリロード速度の短縮ですね。とりあえずこの48連と40ラウンド、この2つが超大幅な強化が来ているんですよね。そしてもう一つですね、これに関してはノンアタッチメントでの腰打ちの命中率だから、この安定性っていうのが向上しているんですよ。一応ですね、リコール制御しなくてこんな感じいきますよ。もう反動ナイフだよね。もうチーターなんだよね、これはね。もう完全なレーザーガンなんだよね。でですね、その本題のポンタ先生のですね、このカスタムとなっています、インテグラルサプレッサー、強化されています。そして、ストックなしと48円の大型マガジン、そしてレーザーテクニカルと FMJ となっています。一応ね、多分これ、サーチャンデストレイのも使える、カスタムとなっていますんで、壁抜きとかもバシバシ使っていけるんじゃないかなと思っています。それでは早速、AK11R 使ってランク待ちやっていきましょうか。レッツゴー！ブチブチにするぞ！ちょ、てかさ、このマップなんていうん、スルダブバーみたいな。なあ、アホがバレちゃう。ほなほなやっていきましょうか。ちょっと待って、これさ、やっとその対決やねんけど、もうさっきからなんかパーティー対決ほんまにや。さあ、ちょっとこれ待って、このマップ、スラブルアーは、なんか読み方合ってるかわかんないけど、このマップね、ほんとに難しい。難しいんですよ。さあ、ちょっと待って、これどうするかな。多分ね、絶対この上来るんですよ。足音消して、ふんさあ、来い。来るでしょ、分かってんだよな。そしてここからセンターが見えると、でここにめっちゃ芋砂がいると。ちょっと待って、いや、いいんだよな、あそこら。オッケー、待って、なんか死んでるよ、大丈夫。いや、いるよね。オッケー、ナイスナイスナイス。そしてちょっとこれビート取られているんで、まあ多分ね、ここを取らないと無理なんで、脇がもうすでに変わっていくっていう。ふざけるな、マジ。脇変えたやつ罰金なので、一旦これは、ちょっと待って、多分ここから来ると思うんですから、これは C を防衛して、ワン買って、もう一人いるよ。通過っていく、これでかいでかい。そしてちょ待って、敵どこをね、これなんかめちゃくちゃやねんけど、もう脇がブチブチになってんけど、来てるから、いや、マジか、それからないから、さすがに SMG にちょっときついとこなんですけど、なんかさ、今シーズンフェネック多くね、なんかフェネック異常に多いよ。なんか別にさ、まあなんか腰打ちの、なんかその強化とか来たらしいんですけど、運営さん、なんで強化言えたのその部分。はぁ、もうおかしいってなんか、さてさてさて、まぁ、ちょっとこれ C 取っていきたいところなんですけども、いや C 取るぜ。ほら来いよ。おい、OK ナイスナイス。で、お前縦になれ。ちょ、なんかカクカクカク。お前こっち見んな。どこ見てんねん、お前この野郎。はぁ、お前どこ見てやがる、お前。お前なんかさ、裏路地見てなかった。大丈夫ですか。ちょ、ごめんね、俺こんななんか、ね、きつかったっていうので、多分これは、なんかいるから。いや、もうそれは任した。この UAV がさ、やっぱ見えるから。いや、後ろから、多分来るから、一旦これワン買って。いや、こっち待って。B 防衛していきたいところなんですけども、多分これ下行ってるから、まあ、狩るよね。多分ね、敵足音聞いてないパティンやな。オッケー、買っていってあげて。どんなこれ。ういういういい。お前、名前と使ってる武器と使ってるスキン控えたからな。お前、絶対許さねえ。待って。あ、なんすかこのなんかスラム街みたいな。なんかスラム街みたいな路地やねんけど。バイダーマンでなんか雲に噛まれた場所みたい。ちょっと全然わからないよ、今の見た。勝ってぇの。勝ってぇの。え、なんか強い。え、これ絶対強化入ったでしょ。まあ、入ってるんですけど。一旦か、もう強っ。どう取んのここの B って。ここの B ってどう取んの教えてください。一回勝ってぇの。うわぁ、この野郎。ちょっと待って、お前大丈夫か、お前。お前、この野郎、俺の、かくつく。ふざけるな。いるから、横スラで、ワン買って、オッケー、ナイス。いや、こっちいるって、ナイス。ちょっと待って、こう、脇が全くわかんないから、もう一人なんていっちゃうんですよね。まあ、ほら、もうこの際、この SMG うぜえな、お前、使ってる武器全部控えたから、お前、俺の盾になれ。お前、サーバイト投げんじゃねえぞ。おい、いいね、スモーク。立ち回っていく。そして、これ上じゃね、こんにちは。なんかワンちゃん、筋肉ムキムキのワンちゃん。ちょっと待って、
ワンちゃんやったらオッケーなやつです。なんか歌って、どっからどっから君はどっから来るの？ちょっと待って。あのね、B 入ろうか、お前。B 入ろうか。まあね、幸い、まあ、ちょっと脇は変わってないですけど、ナイスナイスナイス。ちょっと待ってよ。B どうやって取んねん、これ。サーバイト投げやったら終わりじゃねこれ。ちょっと待って、行く。俺も行くわ。で、やっての、上取れ、絶対。いやほらもうこっちうざもうほら穴ないやいいぞこれ味方強いなんか味方が穴ないやれたら打ち勝っていくそしてこれどうするはいこれスラム街通ってあこれ B か待ってハイドこれ多分いるからワン買っていやいける来い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 ググ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 グもうほらもうやばマジやよ俺が悪かった今の全然俺が悪かったわ、うん、足音聞いてんの俺が悪かったわいやでもこれプロを感じるよねやっぱりこのプロのカスタムやっぱこれ FMC が聞いとるんですよ、うん、全然亀抜きしてなかったけどねでここどここれなんか P から始まほらおい放置らしいぞこいつ許さねえちょっと対抗しよういややってくれたぶん彼らならやってくれるいますよねお前ほんまもう打ち勝てんってマジ RS なんか使ってんかなんかずっとチャットのことねんけどこれ文句ばっかりごめんちょ待ってなんか A 取られてんねんけどお前取れお前取れナイスコンカッションいいよコンカッションそのコンカッション後々聞いてくるからそのコンカッションはい来た、はい、勝っていく因縁の相手に勝っていくお前顔覚えてるからなさあこれどうするなんかなもうずっとこのうぜえんだよこのなんかもうチャットみたいなやつてかチャットなんか運営さんさアップデートするたびにバグに散らかしててこれ多分スラム街にいるわほらもうカクついて今わかるこれガクってなったでしょこれあのね俺の別にキャプチャーボードが悪いってわけじゃないんですよ俺のこのあのアクティビジョンが悪いんだよなこれ取ってくれてるからちょっと待ってポーチョンに勝ててんねんけどいやこっから出したら死ぬやつなんですよいや思いっきり何やねんこいつずっとこんのやばくねバケモンやちょっと待って全然ね出てくるカメさんお得意のうまい売りができてないこれはワン買ってジャンプでツーも枯れない下にいるからツー買ってもう一人通貨ってさあ全然通貨ってるよでこっからカメさんお得意のリスキルおじさんなんですよねじゃあこれ言えば話していくわちょっと待ってなんかねなんかいるんすよいやこいつ俺のこと警戒しやがるワン買ってツーワンツーワンツーワンツー一旦これ買っていっていいのちょっと待ってこれいい感じこれリロードしていってあげていいのいやいるからしょっからやれそれ放置やろオッケーナイス放置放置を取り返したぞお前はでなんかハンドガンもう一人いるくね脇クソ脇あここかワン買って俺のリスキルポジここやわはぁこれクソでしょこれゴミすぎでしょここの脇うんちじゃんこれ待っているからいや無理それはごめんそれはごめんそれ俺が悪かったなでも2点取りしてるくねこれ俺がさ前線で大暴れしてアドバンスエビも出しちゃってそして放置キッズまあまあ頑張ってるんだよみんな応援してやれちょっと待ってこれはこいつね絶対待ってるんですよこいつらういもううざマジでいやもう完璧に俺の方がええ待ってか敵入ってくんのかなで上あいつやってくれてるからお前オッケーオッケーこれ俺が止めていく俺が最後の取り出じゃんでかいよでこっから絶対いる勝っていってのオッケーオッケーいいよこれ防衛できるからさちょ勝とうぜかえあそこなんすかちょ知らない世界が私にはまだまだありますでこれ多分こっから来るいや俺が防衛お前いけいけ B 防衛しろお前オッケー勝ってのちょっどこいやマジかそれ間に合わねえかアナイアレーター買っていくこれなんだよなここはちょ待ってその点は出ねえよ接点がなんたらいやーいやこいつうざこいつどこあんねんお前さお前よくお前初心者に優しくねえよなこの武器初心者にマジでこのゲーム優しくない一旦これ買っていってのはいワンちゃん買っていってのちょ待ってなんかねよくわかんないところに SR いいんですよあれせこないどこわあよこれえかかちゃちゃってなんすかそれえなにこれえ、グリッチじゃないよねえ、なんか、え、ちょ、グリッチやん、いけ、い、取れたーくそまあでもこれはさ、まあ、P から始まる放置のやつがいたから、まあちょ、これ許してくれ。うん。まあこれはちょっとごめん。しかもあの SR ポジ何あれ俺知らんねんけど、あのポジ。うわここかえ、これどうやって飲むのこれ。え、こんなポジ知らんわ。なんやこれ。犬小屋の屋根みたいな。さあ、戦歴見ていきましょうか。まあ、ちょっとデス数が多いんですけれども、まあまあいいでしょう。ブチブチにするぞということですね、今回は意味不明だった、この AK11 の強化だったんですけども、どうだったでしょうか。もともと強かったので、さらに強化されたということですね、ちょっとこれは荒れる予感っていうのもあります。これからもですね、こういったような武器紹介動画とか、最新情報を上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。